最近その AI に関してですね特にあの絵を描く人がものすごい悩んでたりですね引っかかったりしているこの問題ですよね表現や主張まで AI に生み出せるのかとあの AI 大喜利ってありましたよねもう1年以上前に評判になった AI に大喜利やらせるとですね確かにかなり面白い答えが出てくると中堅芸人並みの面白い答えが出てくるのでですねその主張とか表現は AI は AI でできるんですよただ面白くないものもたくさん出てきてそれを面白いか面白くないかを選んでいるのが人間。 っていいうことが多いので、猿にタイプライターを渡してよく昔から言われる例なんですけどね100万台のタイプライターを並べてその前に100万匹の猿を座らせてランダムにキーをたたいたらでこれを100年続けたらですね、まあ、100万年だったかなあのずっと続けたらどの猿かが必ずシェイクスピアを創作するっていう小話みたいなものが AI とかが出てくるずっと前から、えー、あるんですけども。 まあ AI 大喜利っていうのはそれの規模を早く簡単にしたようなもんだというふうによく言われたんですけどどうもなんかそのそうでもないらしいんですね何が面白いのかというパターンもちゃんと学習して出してきてるらしいです提案ですだつまりその表現や主張っていうのは別に人間独自のものではないわけですね自我とか意識がなくてもですね主張というのは可能なんですよそれはなんでかと,いうと AI がもう 持っている。まあ今の AI が持っているですね。何が世の中に受けていて、どういう言葉遣いをして、どういう表現をすると反応が強く出ててで、ネガティブな反応が出て、ポジティブな反応が出るのかっていうのを彼らに読ませれば、マーケティングみたいなことも AI にできちゃうし、その意味ではそのマーケティング的に書かれている創作っていうのは、ある程度誰でもやりますよね。なんか表現するときにこれやると受けるだろうなと思ったら、やっぱりその受ける方向をやっちゃうじゃないですか。で、 その受けるという予想が全部当たるわけではなくて、受けると思ったものが滑った。で、ここどうかなと思ったものが案外受けたっていうふうに、盗作物って、えー、自分が作った時と違う受け止められ方をしながら、世の中に広まっていったりヒットしたりするもんですよね。その意味では、その AI が全く自我とかその自意識というものがなく創作した、 絵であれ文章であれもですね、同じように結局それは見る人にですね、特定の意味を持って受け取られたり誤解されたりしながらヒットするものが出てきちゃうわけなのでですねやっぱりその表現とか主張も AI がやった方が早いよね安いよねっていうふうになっちゃうと思うんですね。で多分そのこれはあの AI のイラストに限らずですね職人っていうのは徐々に減っていく運命なんだと思います。 職人というのは徐々に減って全てのものがですね超精密で安い工業製品とアーティストレベルの工芸品に二極化していくわけですねつまりその町中華とかで,ですね町の定食屋さんみたいな味が徐々に徐々に少なってきてでその代わり、えー、全く同じ品質で安くできるコンビニのある程度美味しいものとすごく美味しい その職人の人たちが最高の技術で作った食べ物っていう風に多分この世の中の,たあの食べるものっていうのは二極化していくと思うんですけども、まあ、絵もですねこの音楽もそっちの方向へ流れていくのはもう避けようがないと思うんですねだからどっちつかずの職人っていうのはフリーのお抱え師になるしかないフリーのお抱えっていうのも変なんですけども、まあ、つまりその自分を食わせてくれる数十人のための アートというか作品というかですねあの常連がいるおかげで増えてる料理屋みたいになっていくんじゃないのかなというのが僕の予想ですねその職人的な世界アート的な世界というのはあの地下アイドルという言葉あるじゃないですかあの地下アイドルという言葉はあれもう使うのが意味なくなくってきてきると思うんですねアイドルというノーマルな状態があってそういう光の世界光が当たらないから地下なんだという意味で地下アイドルという言い方をするんでしょうけども。 あれね、なんかこの普通のアイドルとそれ以下っていうニュアンスがつきまとっちゃってるんですけど正しくはまず今の地下アイドルと言われてる人って地上アイドルなんですよ地上に住んでるからみんなしんどいんですねで、えー、そうじゃなくてテレビとかに出演して国民みんなが名前を知ってるような天界のアイドルっていうのがあるんですよ雲の上のアイドル天界のアイドルと地上のアイドルしかいない時代に僕ら生きてるんですね ななんとなく、アイドルというのは普通のものでそうになれない人たちを地下って考えちゃうんだけど違って地上のアイドルと天界のアイドルがいるわけですねで地上のアイドルってその推しがいる人なんですよで。その推しの数とか熱心度が数人であったり熱心でなかったりしたら食えないで数千人ぐらいいるともちろん食えるようになります ところが、アイドルの目的っていうのは、食えるが目的じゃないんですよね。展開のアイドルは数万人の推しが、の人がいてですね、それによって自分たちの影響力とかですね、えー、素晴らしさというのは、彼ら自身が広めてくれてるから、どん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 存在が大きくなっていくっていうですね、なんでしょうね、株式上場したみたいなもんなんでしょうかね。で、えー、地上と展開とはあまりにもですね、世界が違いすぎるんですよ。なので、えー 今です、ね、日本にいるアイドルのほとんどは僕は地上アイドルだと思うんですよ。もちろん展開アイドルになったあの幸福な1%というのはいるんですけど99%が地上アイドルなんで,ですね。アイドルというとまずテレビに出てる人を考えちゃうとあ地下アイドルだというふうに思っちゃうのですもうその認識変えた方がいいと思いますほとんどのアイドルは地上にいてですね売れなくて食えなくてもしくはなんとか食えてる程度であると。 で、その中でたまに株式上場するぐらい大ヒットして知名度が高い人たちがいてその人たちはもう天界のアイドルであってほっといても実は応援しなくても食えちゃうんだというぐらいに考えておいていいと思うんですけどもなんでねこのねアイドルの話したのかっていうとアーティストも同じだと思うんですよね。あの みんなが展開のアーティストを目指していた時代っていうのは確かにあったんですけどもう無理なんですよね。地上アーティストが当たり前なんですよ。さっきで言うとまあだから地下アーティストというと嫌だから地,地上アーティストと言ってるんですけどもアーティストの人たちっていうのは特定の誰かのお抱えかもしくは身近にいる数十人数百人のお抱えになるのが当たり前ですよね。 そのレオナルド・ダ・ヴィンチとかがいろんなところにお抱えで食ってたのと同じような世界になっていくると思うんですよ。で文化の経済的な中心っていうのは、まあ、貴族みたいな階級が上の人所得階級が上の人のところに移っていってで大衆文化っていうのは儲からないんだけどこれ好きだからやっているよと人たちが担うのが当たり前になっていくと思うんですね。広くくみんなななが認めててて楽しむよううものっていうのっいは儲からなくて で好きでややっっててて、いる趣味人の人のたちが食ててえているアーティストっていうのは貴族層の人たちが推している作品を買って支えているというかですねまる、あ、ま抱えてるというかそういうふうな存在になっていってると思うのでですね僕らそれの過渡期にいてそのいろんな状態を見るわけですね。例えば でえー、年収何億何十億と言っているで彼らはその認められているみたいなものを見てるからまだまだそういうの隙間があると思ってるんですけども多分二極化していてですねその展開に所属している人と地上に所属している人がいるでアートやってようが音楽やってようが漫画描いてようが自分は展開をまだ目指してるんだけどもほとんどの人は地上で暮らしていくだろう。 で地上で暮らしていくということは、えー、身近にいる数百人ぐらいの人たちが認めてくれて趣味としてすごく認められるかお金が稼げるにしても趣味程度のお金食っていくギリギリぐらいのお金しか稼げないというのが当たり前の世界といいう,うになっていくと思います AI はですねこれからアートを生み出せるのか主義や主張があるのかというと主義や主張なんかはもう当たり前のように出てくるよと。で 多分その人間の主義や主張というのがなくても AI が作った主義や主張みたいなものを僕らは勝手に解釈してそっちの方が人間が作ったものより面白いと思っちゃう時代に突入したので地上アーティストっていうふうなことを選択肢も考えた方がいいと思います AI の各絵で絵師は失業するかというやつで、まあ、2つ質問来てるんですけども、えー、とんカツさん男性50代 最近、えっと、ミッドジャーニーや、えー、ステーブルディフュージョンというのかな、えー、ミミックなどの画像生成 AI の、えー、画像に注目が集まり、いろんな問題を引き起こしています。自分は18世紀の産業革命の余波が、時間をかけてようやくニッチな絵師業界に、えー、到達したと理解しをしています。岡田さんは画像生成 AI の発展で、サブカル業界にどのような影響が起こると思いますか 絵師たちは本来の腕でなく効率の良い設備投資ができるかも生き残りにはそういうのが必要になってくるのかなと思ってますというですねちょっとまあ歴史を踏まえた質問です。であの、まあ、僕はねこれあの絵師と呼ばれるイラストレーターですよねの方全てをですね失業させるような、まあ、大問題だというふうに僕は あの、ちょっと思ってますけど、二つ目ですね。アナハイム三世さんですね。今度は男性で20代。最近ツイッターで AI によるイラストの自動生成サービスが話題になっています。このサービスで有名なイラストレーターたちの著作物を混ぜて、 ですねえー、混ぜて AI に学習させ第三者に自分の著作物として利用さ,、えー、されることが、えー、一部の人から反感をかっています自分が心血を注いで描いたイラストを利用されることや何の努力もしていない人間が絵を作成できるようになることに嫌悪感があるようです。 私ははこのようななな価値観は時代に合わなくくなっていいと思います。あ、彼はこ,のこういうこだわりは時代に合わなくなっていくと考えているわけですね。岡田さんはこのことについてどのようにお考えになりますかまた、えー、少し話がそれますがこのようなサービスが普及すると作画コストが激減してアニメーターの職が失われていくと思いますかふんふんふんなるほどね。あのー なんだろうな流行ってる絵のですね描、えー、き方のパターンをですね AI に学習させてで自分の著作物のように発表するっていうのってこれはなんかあらゆる絵描きとか漫画家とかイラストレーターが 身に覚えがあることですよね別に昔の,あの著作物が切れてるやつのパターン例えばゴッホとかですねなんかそういう風なパターン風の絵だから許されるでも今の絵描きだったら許されないっていう言い方する人もあると思うんですけどもでも漫画家って基本的にあの自分が好きな もちろん今も生きている漫画家の漫画の描き方とか絵のパターンっていうのを頭の中で混ぜてやってるわけだからじゃあそれを AI がやったらなんで非難されるのかでじゃあ人間がやったらオリジナリティがあるってでもそれを混ぜることがオリジナリティなわけですよね。でその混ぜ方の中に自分が入っているのかどうかというふうなことになってきてですねオリジナルとは何かという話に ななってくるじゃないですかだから僕はあの基本的に自分が描いた絵のパターンというか書き方を盗まれたから AI にこんなことさせてはいけないっていう論法には勝ち目がないと思ってですねいい悪いではないですいい悪いで言うとその自分が苦労してなんだろう編み出した自分なりの表現っていうのを AI にパクられるのはそれは嫌なのはわかるんですよ そのいい悪いで言うとそれはなんか許されるべきでないというその論法はわかるんですけども勝ち筋ではないないとこれはまあなんか今後数年間か10年以内に起こる大きな流れの中でああんかここもなくなっていくよなと。まず最初はイラスト屋の 各イラストの無料の配布というかですね無料使用されているおかげで絵師と呼ばれるような人でなくてどちらかっていうと地方自治体とかですね小さい商店からですね発注受けて書いていた町のですねちっちゃいイラスト描きみたいな人たちがものすごい淘汰されて食えなくなってきたっていうのがこの3年ぐらいの流れだと思うんですけどもうんここから先の流れはですねちょっとオリジナリティがあるようないわゆる 町の,のイラスト描きよりも上の人たちですか、えー、超メジャーなその人が描いてくれたらもうそれだけで値打ちがありますありがとうございますとい鳥山明とかですね大友克弘とかですねあとあのワンピースの小田さんとかそういうクラスでない人たちの仕事を、まあ、ここから先奪っていくんだろうなっていうふうに思います。 えーまあ、これはいい悪いではなくてそれはなんか大きい時代の流れとしてじゃあどういうふうにしようかっていうです、ね、話になると思うんですけどねであとあのここで聞かれてるです、ね、アニメーションの話に関してはアニメの作画はなんだろうな無人化が進むでしょうねつまりここから先ですねその絵コンで描く人間は AI のアニメーターが描きやすいようなその動きで発想すると思うんですよね。つまりここのカットは ちょっと見せたいから人間に発注するここのカットは流して見てもらっても構わないから AI の方で発注すると。で特にその AI の方がおそらく書き込みが多くて影とかが多い。 複雑でこれまで人間のアニメーターに負担をかけていたカットを動かすのに関しては向いてると思うんですよね。なので、えー、結果的にアニメーションのですね、クオリティは上がったように見えて、そしてアニメーションの制作コストは下がっていって、 で、ででこれまでですね、その一生懸命絵を描いてですね、アニメ業界で、はい、あのなんか食べてきた動画マンとかはです、ね、ちょっと食えなくなってくるんじゃないのかなと僕は思います原画はまだ生き残るかもわかんないですけども動画はちょっと厳しいんじゃないのかな将来的にはですね。あので漫画も同じですね漫画もその小回りとか見,ひ見開きのどういうふうに小回りするのかどういうふうに見せるのかもうあれも の AI のディープラーニングのです、ね、対象になると僕は思うんですよね見せ方っていうのはそういう人漫画の文法なりですねそのどんなふうにこま割ればみんな見るのかっていうのは漫画が量産されればされるほどデータが溜まっていくわけですからですねそのまあ AI が覚えて自動生成することも十分可能だろうとそれは今可能だ来年可能だというんではなくて数年以内に可能になっていくのは もう明らかでなってきてで、そうなると僕はこういうふうに喋ってるような内容も漫画にした方が面白いじゃん、漫画にした方が簡単じゃんというふうなことで、その岡田斗司夫が話してることを素早く数秒後に漫画にされてですね、で数秒後にゆっくり解説みたいなやつで YouTube に上げられると。まあ、これは僕はあの2028年の,あの世界というやつであの書いたんですけども、あらゆる YouTuber は もうほとんど失業すると、多分僕を含めて失業するっていう未来はある程度僕には見えて、それの中間段階がどん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 見えてるわけですね。多分その僕が話したようなことっていうのは、切り取りさんがですね、実に見事にですね、あの過去の僕の発言と現在の僕の発言を混ぜて面白くですね、作ってるわけですね。で、あの作業すら AI ができるようになると、じゃあもう僕の本体いらないと、いわゆるひろゆきメーカーでみんな喜んでるのと同じようにですね、 あれがです、ね、そのまだきがが言ってそうなななことを人間が考えなきゃいけないけで,でもそれがもうなくなってくるといわゆるホワイト革命でキャラ化っていうのがあのすごい重要になってくるのと同じでみんな必要なのはひろゆきというキャラなんですよね。 でそうすると本物の広行きが話してることよりも、キャラとしての広行きが、いかにも話しそうなことを、こんなことは話してほしいっていう風にですね、数十万人が考えて、カタカタカタっと考えたことの方が、現実の広行きがですね、話すことより、ある日面白くなっちゃうっていうのは、もう時代の必然でですね、そのシ,シンギュラリティとも言えないでしょうね。あの、失業ポイントに向けてですね、僕とか広行きはですね、頑張って働いてるんだと思います。別にそれは、 恐ろしい未来ではなくてそうなったらそうなったでじゃあ次はどんな面白いことしようかって考えるだけなのですねでこの YouTube という仕掛けとかですねニコ生の配信という仕掛けもこういう仕掛けが生まれたおかげで失業した人いっぱいいるわけですねそういういっぱい失業した人のその屍ばの上に僕やひろゆきは乗っかってですね楽しく商売してるわけなんでこれもですねそれはもういずれ崩れてくるのは当たり前だと思うんですけどもですね、まあ、もちろんのだから超 優秀なアニメーターとか、超優秀な漫画家とか、超優秀な絵師の方は生き残るんですよ。しかし、大半の漫画家は職業として成立しなくなると思いますし、 アシスタントも同じですね。まあ、あと3年ぐらいで大きな変化が目に見えるようになって、えー、最終的なですね、変化で食える食えないという問題は、まだ10年ぐらいかかると思うんで、まあ僕はここで、いや、アニメーターとかイラストレーターとか漫画家とかで、あの、中間的なポジションにいる人は危ないよって言っても、その人たちが本当に危なくなるのに、まだ5年から10年ぐらいかかると思うので、あの、 ちょっと僕のね未来予想って先取りしすぎるんですね。だいたいこうなるだろうっていうのは当たるんですけどもみんなそれ聞いて来年再来年の話って思っちゃって岡田斗司夫またあのいい加減なことを言ってるとかですねそんな時代来るはずないっていうふうに言う人がいるんですけどもあのちゃんと5年50年後にはそうなりますからもうねこれってそのそうなるべきじゃないとか考えてるとずれちゃうんですよ。もうあまあ時代っていうのはそんなもんだというふうに考えておいてください。 有吉の番組で紹介されたらしいんですが、ね、えー、有吉さんニュースです。という番組でですね、えー、2018年にですね。出版されたユーチューバーが消滅する未来ということでえー、youtuber も消滅するそうですよ。有吉さんみたいなことを言ってると、まあまあこういう風な話になったわけです。で、その内容が具体的にどんなのかって言うと。 えー、人工知能がユーチューバーにな,るなってしまって現在のユーチューブというものがユーチューバーというのは失業するんだというのが最新お金儲けニュースとしてですね紹介されているわけですねあの。ちょっとまず大枠の話からすると僕らの周りにあるものは大体例えばあの喫茶店に行くとコップ出てきますよねお水飲むあのタンブラーというやつですね重ねた時にこう重ねられるように下の方がちょっと1段。 絞った形になっている円筒形のガラスのコップでっていうやつあれ何かというとバウハウス運動っていうのがですね20世紀の頭あたりにドイツであったんですけどあれの名残りなんですよね。もともとコップっていうのはですねいろんな装飾品が付いてたりですねあとあの貧乏人はまあ木で彫っただけの形が雑なものいびつなものを使ってたり貴族は貴族で陶器性のすごい。 なんかその綺麗なものを使ってたりしてたりですね。あの、そういうようなものをやってたんですけども、ところがそのバウハウスが出てきて、アートアンドクラフト、つまり日常生活の中に入ってくる大量生産のものも、なんか美しくしようというふうなことで、僕らはですね、綺麗な幾何学的なコップを使うようになったで、それが透明だからより未来を感じるようになったと。今、別にあんまりその。 そんななこと考えないんですよ。僕らはただ単にあの透明なやつを清潔だからとかって思って使ってるんですけども僕らの身の回りにあるものはそうやって誰かがアートだと思って始めたものが庶民の手に入るようになって当たり前になってより安く作れるものが残っているつまりアートの死骸に僕らは囲まれてるわけですね。例えばこの、このテーブルも。 足元までちょっと映さないとよく分かんないんですけどこの今僕使っているテーブルはもう本当に安い安い既製品のテーブルなんですけども足元がですね猫足になっているんですね。 どの王様か忘れちゃいましたけど、それの、えー、世界征服をした時代の名残なんですよ。世界征服する時にイギリスってほらあのー、なんとか3世とかジョージ2世とかジョージ一世とかよく言うじゃないですか。でそれぞれになんとか王って名前ついてるんですけどその紋章とかありますよね。その紋章が一つ一つなんかね木材になっている場合が多いんですよね。 これ、なんでかっていうとイギリスが世界中に植民地というかまあ、植民地じゃないですねはっきり言って征服した土地を持つ時にその世界中の土地特に南方の土地からその南方の土地でしかないような木材がイギリスに入ってくるようになったと貢ぎ物としてでその結果例えばこのジョージ1世の時代にすごい硬い木が輸入されたのでイギリスの,です、ね、そ,のその時代の家具は急にまあ、おしで使う数ですね、えー 一枚の天板に細い足がついてるだけのテーブルとか椅子っていうのが、急にこう浸かるようになったと。それは何でかと,いうと。まあまあ、例えばの下地、ジョージ一世の時代に硬い木が南米から輸入されるようになって、南米を征服することによって、だから急に家具がシンプルな足になったということで。おおっていうことになるわけですね。また別の時代になると、またこれはあの南太平洋あたりからラワン材とか柔らかい加工できる木が、あ、またイギリスが征服したので。 届くようになったと。その結果テーブルとか椅子の足がこうギュッとねじれてるような加工ができるようになった。ねじれてるようなツタが絡まるような柔らかい材木が手に入るようになったと。なのでその王様王様によってほら何度か様式ってよく言うじゃないですかイギリスの家具のアンティークってあれどういう意味かというとその時代にイギリスが征服した土地の木材なんですよ。そのの木材で作れるので、 こんなふうな家具も作れるようになりましたっていうのがなんとかで現代に伝ってるわけでですね。でも僕ら今の現代はあの積層方式といって薄い薄い紙みたいな木をバーッとのりで貼り付けて加工するもんだから別に木でどんな形でも作れるんですよそれで家具作れるんですよね安い安い値段で。なのであの平気で僕らの時代は家の中に誰様式の 木の家具も置けるんですよ。だからすごい不思議なことになっているんですけどもイギリスではですねその19世紀までは少なくとも例えば蒸気で曲げやすい木を使わなきゃいけなかったりですね竹というものが新しく入ってきたりとかですねいろんなものでですねアートとしてまず貴族の家にそういう家具が入りでそれが貴族が没落して売られることによって商人とか金持ちの家にその家具が 普及し、そしてそれがアンティークショップに並ぶことによって庶民も買えるようになったというふうな形で常にアートととといいうううものののがが庶民のところへ届くような仕組みでできてきてたんですね。だからあの僕らの身の回りにあるのはそのバウハウスとかアートクラフト運動とかですねアール・デコーアール・ヌーボーどれでもいいんですけども工業によって大量生産されて僕らの生活の中にいろんなものが来るようになった場合もあればかつてはお金持ちしか持てなかった特殊な形のものっていうのを 簡単にプラスチックの成形であるとか、木材の成形であるとかで、僕らの生活の中に入ってくるもの,のようになったと。だから、こういうすべての僕らの身の回りにあるものは、実はアートの死骸なんだ。これが一段目です。すみませんね、面倒くさい話になりますよ。二段目、ミュシャが書いたミュシャっていうアーティスト、いるじゃないですか。なんか、そのポスターっぽいもの、いっぱい書いた人。 でそこの縁の周り縁取りがなんかこう藤の花だったりです、ね、いろんなものがありますよねあの縁取りって今イラストで誰でも使いますよね赤井高見くんが昔「プリンセスメーカー」というゲームを作った時にもやっぱそれ書いたんですね「ミュシャっぽい絵」というのを書いたんですけど「ミュシャっぽい」というふうなことで量産されるようになると。かつてアートだったものがなんとかっぽいというふうな形で僕らの生活の中に入ってくることもあるこれが2つ目。 一つ目と二つ目から出される結論はつまり一般大衆が求めているアートっていうのはそのアートそそののもででではなないいんんすすね。あのそれっっぽい量産品が生活に入ってくることなんですよ。ゴッホっていうのはゴッホの絵の複製とかがた生活の中に入ってきたりゴッホ展があってそれに見に行けることっていうのがアートが生活の中に入ることであって決して僕ら自身は実は よっぽどマニアの人以外は、アートをせあの必要としていない。それどころか、アートっていうのを消費財のようにして使うことで、アートを体験する。これは、まあ現代人の特徴だと思います。まあまあ、それはね、多分、ここから先も変わらないんですよね。で、現在のユーチューバーも、それぞれが特注品なんですよ。アート作品と言ってもいいですよね。つまり、彼らは人間なので、それぞれが個性があって、切り口が変わってて、他に二つとない。 ヒトラーばっかりなんですよ。みんな同じように見えるかも分かりませんけども <laughs> 2人といない特殊な人らばっかりなんですねだからそれぞれが特注品のアートなんですよしかしユーチューバーっつうのはですね人間なので見た目も声もどんどん変わっていくわけですね思想も変化する場合もあるんですよだから昔好きだったけども最近はイマイチっていう場合も多いんですよねで昔は好きだったけどそれを今はイマイチっていう人の方が大部分なんですよね もちろん中には熱心なファンもいて変わっていくユーチューバーをずっと追いかけてずっと好きという人もいるんですけども大部分の人はその初期の一番メジャーだった頃のユーチューバーその人が好きであってです、ね、変化というのを望んでないんですね。ファンというのは変化を望んでないそれはもうあ,りあらゆるタレントさんにも言えることなんですけどもです、ね、例えばその黒澤明の作品だってやっぱりその七人の侍とかですね なヨウジンボウのファンはすごく多いんですけども、後期の黒沢作品のファンというのはあまりいないんですね。映画ファンとかマニアの人はの、 別してでアイドルもその昔のアイドル昭和のアイドルマツコ・デラックスが好きなです、ね、昭和のアイドル松田聖子中森明菜もいまだに新曲は歌ってるんですけどもそれはもうよっぽど好きな人へないと必要としてないですねみんなやっぱりその黄金期のアイドルの曲は聴きたいんだけども今のはどうでもいい多分どんなアーティストもそうだと思うんですよマニア以外にマーケットないんですよね。えー、つまり、ああららゆゆるるアーーーー。ト、ユチュバ あらゆるタレント、あらゆる芸術家は季節商品であってですね普遍的なものではないちょっとずつちょっと話が面倒くさくなってきますけどもついてきてください、えー、YouTuber も同じですねその一番人気のある瞬間の切り口とか喋り声とか見た目が求められるとなのでこれって実はででで再現可能でもあるんですね。この,あの再現可能って可能っていった意味は何かというと 今の技術的に可能いいう意味じゃないんでなんすよ。今の技術の延長線上で別に十分可能性があるというふうな意味で,その意味で可能を使ってます。だからあの今の技術ではそんなことできないという反論は意味がないです今の技術の延長線上で YouTuber のです、ね、切り口や喋り方見た目っていうのを変えないようにするもしくは再現するということは原理的に可能である。 今コメントに流れた AI ミソラひばりっていうのがあるんですけどもそれもですねあれ毎年やってりゃんうですね。あれをなんか特定の年代で見てあれを見たけどダメだったではなくてあの調子で進化していったらどうなるのかと。だって1990年代にですね全く人間に見えなかったものが2010年代には不自然な人間に見えるようになり2020年代になってくると。 ちょっと違うんじゃないのとかマニアが見たらわかるよとか昔から皆さん日割知ってる人が見ればなとかいうふうになってくるんですよね。5年ごととぐらいに、とんでもない進化が起こっているんです、ね、で同じくですねその芸能人とかタレントとかお笑いの芸人さんの個性もミュシャのあれと同じなんですよつまりそのミュシャそのものでなくて赤井君が真似して描けるようにで今だったらデザイナーの誰でもミュシャ風の絵が描けるようにですね 将来は再現が可能になっちゃうんですね。不気味の谷が、まあ、どん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 見えなくなっていくと言ってもいいですし不気味の谷を僕らは慣れてしまうわけですねで。しまいには不気味の谷がない方が不安になってくると。 だからあの女の子の写真とかで昔はその輪郭強調してたり目を大きくしてたりなんかえまつげスつけてたりカラコン入れてたりすると不自然に感じたのがだんだんそっちの方がよく見えてくるから持ってない写真いわゆる顔を盛り上げてない写真は人に見せられないと思うようになってくることが多くなったこれも世代の差なんですよ。多分、代、50代ぐらいいの人は、はそううう写真は不気味と感じるようになって でも二十代ぐらいの人はその不気味ぐらいやってくれないと人に見せられるものにならないというふうになってくるこれが不気味の谷っていうのが消えていく現象ですね技術が上がってきて消えていく場合もあるし逆に言えばその強調された不気味な方が本物に見えちゃう場合もあるってことなんですねこれがその、えー、タレントやお笑い芸人やアイドルやユーチューバーの持っている喋り口個性見た目の動画そのものが AI でで実は再現可能だと僕が話している論拠です。一つは技術的な進歩によってそれは可能になるということもう一つは僕らが見ている僕らの目がより人工的なものの方が自然に見えるって恐ろしい現象ですね。だって人工的に作ったものは黄金期の彼らが見えるわけなんですよ。黄金期のヒカキンが、 人工的に再現されたものともうかなり追いぼれてきて顔もシワだらけでなんかこう表情も左右が非対称になってというようなヒカキンとどっちが僕らは本物のヒカキンとするのかそれはもう10年後の僕らでないないいとわかんです、ね、これがなんか僕が考える技術の進化によってあらゆるなんだろうなタレントとかあの動画に出てくるような人僕を含めてですねそれが AI によって置き換わるだろうという技術的なまず。 考え方の根拠ですねであので。次はここからはですねその社会的な考え方になるんですけども AI で再現されたそういうタレントとか芸人っていうのは 仕事を選ばないんですよね。当たり前ですかどんな仕事にも出てくれるわけですよでいつまでも年取らないわけですよ便利なんですよでおまけに無限に仕事できるんですよだ,だって処理器の中に入れただからあの世間のトピック入れたら松本人志 AI は松本人志っぽいことを言ってくれるわけですよでそれは本物の松本人志が出す100点の松本人志にはかなわないかもわかんないんですけども常に95点の松本人志出してくるわけですねでたまに105点の松本人志も出してくるわけなんです その精度がが年々,年々上がってくるわけですね。有吉のツッコミみたいなものも有吉のツッコミにはかなわないと思うんですね初期のうちは。でみんなが「いややっぱあんなもの駄目だ駄目だ」と言っているうちに1年経って2年経って3年経ってどん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 運用しているうちに本物の有吉より言言っっててしいことを言ってくれる。そうなると本当の有吉が言うようなブレがあることとかみんなの心に「有吉らしいな」って思ってもらえないことが逆に言えばみんなちょっ と、これは有吉じゃないんじゃない。本物の有吉が有吉に見えなくなってきて、エーアイの有吉こそが有吉っぽく見える。と。それは何か、あの、芸人さんがですね。テレビに出るときに、いつものやつやってくれって言われると似てますよね。 みんないつつものやつやってくれて言われて、くれれ言わでも本当は新しいこれがやりたい今自分が面白いこれがやりたいでも売れてるあれかつて売れたあれをやってくれっていうふうに言われるわけなんですけどそのかつて売れたあれをやってくれがすべて AI がやってくれるようになるといつの間にか本人そのものはお座敷がかからなくなってくる注文,注文がなくなるんですよね。そうなるとですね、まあ、ギャラも安いですからですね、人間はと言ってもいいですし本物は機械との競争に勝てない。 と僕は考えているんですよ。あのう、母を立てて三千里というですね。テレビアニメがあって、まあ。あの最初の方でですね。マルコという男の子がですね。瓶洗いのバイトをずっとやってたんですよね。ドリンクとかビールとか、ああいうのの飲んだ後の瓶を洗って、ラベル剥がして洗って。もう一回工場に出して、工場ではそこにまた飲み物を入れて、あのう、王冠つけるということをやってたんですけど。その瓶洗いの仕事がなくなっちゃったと。なんでかというと、アメリカ製の機械が入ってきたからだと。人間が一時間に。 30本とか60本の瓶を洗うのに対して200本の瓶を洗うそうだというおじさんを言ってても失業だ丸子くんも失業だとそういうのがあったんですけどそれはまあ,あのちょうどイタリア映画のですね自動車泥棒が公開された時代というのがあって、まあ、あの日本では戦後なのかなぐらいあってそれを見た高畑勲がですねそのイタリアの厳しい失業それは何でかっていうと人間を幸せにするはずの機械が人間を 貧困に追い込み、結局それによって犯罪に走ってしまう人間が出てくるというような映画なんですけどそれをどうにかして自分のテレビシリーズですね「アルプスの少女ハイジ」の次の作品はこれだって言って <laughs> やろうとした資本主義の矛盾というのをやろうとしたもう本当にあの人はとんでもない天才なんですけどもですねそういう作品なんですけども機械が人の仕事を奪うと。 そししたたらどううなななるのかかか?」というと、「とといいいいい人人間間はもっっにできしかできないことをやればいいじゃないかってよく言言ったんですよ。く言んす昭和の時代から言われてましたで昭和平成令和ときてよく分かったことは人間にしかできない仕事っていうのはよっぽど特別な人間しかできないという意味であって平凡な人間にしできることは優秀な機会はもっとうまくやれるということがどん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 分かってきたわけですよね。で 人間にしかできないアート人間にしかできない想像って言うんですけども小学生が描く絵は全部クリエイティブで素晴らしいとは言え,る言えますよ言えるんですけども小学生が描いた絵1,000枚並べてみて1,000人分並べてみたらやっぱ才能があるやつでって分かるんですよ分かっちゃうわけですね。パッパッパッとじゃあその他の絵は素晴らしいかというとみんな素晴らしいという建前では言えるんですけどもそれぐらいだったらっていうふうにやっぱ考えちゃうわけですよね。 だから、その人間にしかできないアート人間にしかできない芸術っていうのにはまず差があるしその差がある素晴らしいものでもいずれはテンプレ化して機械ができるようになっちゃう時間差はあるんですけどねそんなことを今のコンピューターや今の AI が作るのにはあと何年かかるっていうその何年っていうのがあるだけであっていずれは多分できるようなテンプレが作られるということに関しては あまりその AI 学者は否定しないんですよ。人間にしかできないことがあるとまだみんな言うんですけどもそれも将来はというふうにちょっと不満に思っていると。でそれぞれのですねその AI が作るものっていうのは最初は幼稚で陳腐で稚拙で安っぽいんですよだからみんな笑うんですよ。でそれはフル CG の映画と同じで。 フル CG の映画なんてみんな最初見た時にシェンムーの最初の映画とかとかですねあとピクサーの最初の映画とか見た時にこれは映画にはならないうまくできている面白いけど工夫があって面白いけど映画にならないというふうに言ってたんですけどももうなんかマーベルの映画なんて半分 CG じゃないですか半分以上って言ってもいいけど CG じゃないですかだからあのフル CG の映画の恐ろしさっていうのは動画映画の恐ろしさっていうのは決して進化が止まらないことなんですね。 その進化が止まらないので最初笑ってた人も5年後10年後見たらおお結構見れるなというふうになってきてで15年後ぐらいになってくるとちゃんと作ってくれよと安っぽい特撮見せるなちゃんと美しい CG で作ってくれよというふうになってくるで今現在ちょうど007とか見てたら CG もいいんだけどやっぱり人間がやったアクション 本当にやったロケ、本当に作ったでかいセット、かっこいいよねって言うようになってるってですね。ちょうど CG と本当のセットとかロケっていうのが拮抗している状態なんですよ。もうそれ、20年前には考えられなかったことなんですね。まあ、機械の進化速度は一定であって、決して止まらない。だから、人間は機械に決して勝てないですね。 この僕は本の中でユーチューバーが証明するというのは一番その時にわかりやすい例え話として選んだんですけども本当にあの言おうとしたのは何かというと恋愛とかセックスとかアイドルとか母親の愛情とかですね人間の思いやりですねあとはまあ有吉さんを含めて芸人たちが持っているセンスや切り口などはいずれすべてその機会が取って変わると。いう差はあるし、 最初はダメだという条件はあるんですけどもでもずっとやってるとどんどん年を取って切り口が鈍くなってくる有吉より切り口が単,単調かもしれないんだけど年々ましになってくる AI 有吉の方がいいよねっていうふうになってくるその日は必ず来るってことですね。これはシンンギュラリティポイントみたいな。 いい加減なです、ね、超未来のいつ来るか分かんないようなヨタ話ではなくてもう本当にこの10年20年昔からを振り返れば確実に分かっていることばかり言ってるんですよ。だからまあ,あの2017年ですねあの4年前に語った内容が3年前に出版された本のことを、まあ、あの言われてるんですけども僕は今もその結論ですか。YouTuber、がいいずれ消滅するというのは、 今も持ってますね、その考えは。でそれはユーチューバーが証明するというふうに書いたんですけど正直言えば政治家にしてもタレントにしてもですね全て自分の最初は単純労働で食べてたような人間が機械によって仕事を奪われるんですよ。で次は知的労働をしている人間の,の仕事が機械に奪われるんですよ。でその次はセンスですね。 あの食っているような人間の仕事が AI に、A. I. に機械に奪われていくと。このすごく大きい流れの中の僕らは、どっかのポジションにいるんですね。で、この大きい流れ自体は、あんまり変わりないというふうに思っているので。まあ、こんな本を出したわけであります。